はようございます。おはようございます。今日は愛知県に来ました。油ヶ淵朝ごはん食べてするんやけど、うん、めちゃくちゃ渋いらしい。今日のアテンドは、うん、彼に任せた、うん、あれ魔法使いかもしれないあれすごいいない。こっちで撮っときよかった、まあ、しました。もう一回言ったら見えるかもしれない。ちょっとだけ見えた、うんうんうん、そろそろやってくれると思うよあれ、うん、What's up guys、 どうもナイチューンです。ようこそ油口へ釣れないところにわざわざ関西から、うん、こんな天気、こんな天気の中みんな寝てません。寝て釣れるんかいな。釣れるよ、うん、釣れそうな感じ。そんなこの私が、うん、サクッと、うん、誕生日だから、うんうんうん、ハッピーバースデー。この前おかんから誕生日プレゼントが送られてきたんだけど、なんだと思う？石の文鎮誰が使うねん。あの橋の下とかじゃん、どうせ、うんうん、うわ濁ってるわ、うん、スピナーベイト日和やで。誰やろな、こけるんこれズルズルっていくよね。怖いな、怖いな、うん、怖いな。これいけるわハプニング起こらへんわ、うん、結構ふんわりしてて膝が痛い。これでももう投げたもん勝ちやで今。これはさ、どっちに進むの？あっち？こっち？どっちでもいいって感じ？うん、どっちでも。これ杭があるんだけど、うん、うん、ほんまや、引っかからんように、ほんまや、これ投げたもん勝ちちゃう？投げたもん勝ちちゃう？これなあ、うん、投げていい？投げたで、あいつも早っ。投げるとこあらへんよ、私。なんかちっちゃい魚がぴょんぴょこぴょんやで。本当に？うん。こんなんゾイ投げたいやん。投げたいけど投げられへんやん、その前におったら。抜かす。そうやな。抜かす。抜かしていくスタイル反応なし。なんか数頭で釣れるようなイメージやってんけどいやなことない。うん、もう投げて、うん、歩いて投げて歩いてっていう感じで、うん、岸際をずっとこう、まだまだずっと行ける、向こうに行ける行ける、そこ飛び越えていくスタイル。あぶね、こけた方が良かったんじゃない。嫌だ。なんか打つやつも持ってきた方が良かったんかな早くも、え？もう早くも、もうブレ出して、うん、こんなんとか見たらさほんと？ネチネチ系は僕がやっとくんで、うん、油が縁だけに浮いとる。基本あのゾイ、あのゾイ投げて巻いて、うん、でその巻いたところはもう一回巻いたらスル
スルリン。どんどん OK。 じゃあ果てまで行ってくるわ。これどこまで足つけるんやろ、怖いな。そうやな、それはそれで面白い。え、それはそれで面白い。おもろいけどならええか。いやだいぶ怖い。そうやな、だいぶは嫌やな。ちょっとちょっと待って、絶対に絶対に無理やんな。そんな、おっ、え、何が、鯉か、鯉か、めっちゃ魚やったね。鯉だな、鯉か、びっくりした。出たんかと思ったわ今。私も出たんかと思ったわ。そんなこっちパクか思ったなあ。ちょっとやってこい、こうやって。おらんか、恋か、びっくりした。びっくらぽんやな。ゾイゾイゾイ。見えバスいない。うん、カメしか見えてないわ。もし打ち物したかったらあるんで行ってもらえば。あ、マジ？さすが。なんかこの辺とか打ちたくならへん。いや、なるっす、ね。うん。いや、僕はみんな同じようなんだ。確かにな。打ってくライトリグ。ポチョポチョして。あんまりここは大きいもの反応しなそうなんで。まあでもベイトが見えるのはいいことだ。なんかピシャピシャ飛んでるよね。ただこれが全域でこんなんなのかがよくわかんないんで。あ、見える見える、ベイト。なんやろか、あの魚は。多分ボラの子だと思うんですけど。イナッコ？はい。一匹ちっちゃいのでもいいから、うん、見えたり釣れたりすれば、せやな。あ、こんな感じなのかっていう。うーわ、ここでしょっていうところでやっと全然出てくれへんな。そもそも個体数が少ないらしいんで。うん。お、来た。マジ？来た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 。早っ。来たよ。ライトリグで速攻やん。まあまあ。来た来た来た。まあまあやな。むっちゃなんか。やるな。バスバス。まあまあいいサイズ。いいじゃん。さすが。よいしょ。おお。このアンテナやばい。おい。貴重よ。アブラック、こいつがアブラックですか。すげえ。それなんとか私が。いや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 。イエーイ。ありがとう。スーパーガイド。おお、よかった。スーパーガイドやった。釣れた。いやいや、もう腕ですよ。完全に。闇ですよ。こういう系だね。そう、やっぱり強いもん。でも本当にそこの岸際よね、草のところよね。そうでしょう。バスちゃんとバスとかもそうじゃないですか。いや、やったぜ。ライトリグやって正解やったね。いい、ナイス。ナイス。マジナイス。素晴らしい。すげえ貴重よ。ボスにならなくて。動画になったね。動画になったね。でもね、ちょっと早い。あ、確かに尻つぼみ、うん、尻つぼみになる、うん、すごいすごいすごい、すげえ、いいな。セットメジャーで測っておきますか。うん、愛知で初めてですね。おお、まあ40いかない。40いかないな。3球。3球。いいじゃんいいじゃん。こんなちっちゃいズボンを履いて頑張ってんのにな。おばさん。早い。まだ早い。でもうちらは海賊やからさ。どういうこと？宴が大事やから。そうそう。今日はこれのために釣りを早めに切り上げて、仮眠を取って宴を開催する運びとなりました。これもあれですよ。
ザックが釣ってくれたから。そうそう。そうね、うん。早めに釣ってくれたから、早めにこう休憩することができたら、うん。寝てなかった。そう。でもこれをね、楽しむためにも、全力で楽しむためにも、うん、しっかり髪を取って、うん、元気にやっていこうと思います。うん、はい。はい。乾杯しましょう。はい。じゃあ、俺たちのチーム名。名神パイレーツクラブ。うん。俺たちは海賊だ。全然わかんねえ海賊。あんのうちゃさんしたい。おばあちゃん、誕生日ね。あ、ほんとや。ほんまや。忘れてた。俺も忘れてた。海賊に夢中になっちゃった。そう。今日、海賊の女女帝の誕生日だな。女船長やろ、うん、女帝って何女帝って何船長の船長です、うん、の誕生日です。ありがとうございます。ありがとうございます。いいっすよ。今からのおつもりのお肉が、そうだ、うん、それまでちょっとワンワンワン。肉です。1ポンド。1ポンド。ナイチューンからのサプライズ誕生日プレゼント。もらった。ダイソーで買ってきた。ダイソーで買ってきたの。ダイソーや。しかもなんかね、アーティスティックや。わ、すごいや。すごい。マジすごい。こんな芸術的になるの。アーティスティックに表現されてる、うん、すごいやん。私こんなに前髪短かったっけ、その時。これ、ね、帽子やね。今かぶってる。帽子か。うわ、めっちゃいいやん。嬉しい。この二人からは何もないねん。え、そうなの、うん、何もないよ。何もない。何もないよ。すごく嬉しい。開けるよ、うんうん、なんか柔らかい。柔らかい。柔らかい。その袋大事にしたんだから、うん、これ持って帰るのかな、うん、綺麗に開くの。え、なにこれ。まずこれは嬉しい。あ、あ、嬉しい。それいいんだよね。でもちょっと M サイズやで、私面白いことになるって。あえてね、あえて、あえての M。 嬉しい、ラストできる、うん、これは一体何ですの。詰め合わせボックス。いや、もうメインこいつですよ。すーちょっと待って、でかかわいい。エンピン、そう、湯桶室で撮ったの。すごい、でかい。でかいエビは、エビかわいい。伊勢エビ、伊勢エビ、伊勢エビ、すごいやん。くったり伊勢エビやって、くったり伊勢エビ、くったり伊勢エビ、ビッグ、ビッグ。でかい方や。でかい方。やだ、嬉しい。よかったね。なんかね、ちょっとまだ入ってる。あ、本当に、もう本当にすごい。ラスト、そう、ラスト、やばい、マジ、うん、え、本当にやばい。しかもめちゃめちゃ装飾してくれた。シフト、ジョイクロ、ナイチューンの、すぐ売り切れるやつや。本当に使われへんやん。いや、これ使いたいのでしょ。これで釣ってちょって書いてある。うわ、すげえこれは。うん、ここは取っといて。それは、あの、釣ったらそれまた戻し、飾って。やば、あんた。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 うれぴ。お世話になってますから。いや、うちらがお世話になってるからね。うん、友達いないで有名なさ、友達いない系やからな。そうそう、誰にも声かけられずに、うん、誰ともコラボをしない私と唯一、うん、いついつ空いてるって俺らから積極的に連絡できる、そうそう、連絡できる唯一の友達、うん、俺らの親友、ナイチュー、ありがとう。めっちゃ嬉しい、うん、これはお返しが必要や。いや、そうやな。いや、うん、俺用で撮っといた。あ、そうなの、それをいただきまして。内注も持ってない。俺も持ってない。マジで。俺も
ないから電話でアピールした回があったわ。このさ、この回の前に、うん、来る前にさ、あ、そうな、そうそう、あのめちゃくちゃ電話でアピールはしといたの、誕生日なんだけど、うん、そう誕生日なんだけど、私その日みんなでお祝いしてよねって言ったの、言ったけど、お祝いしてくれたの泣いちゃったけどな本当やな、本当やで、あ、おめでとうって言っただけやな。そうそう、おめでとうって言ったLINE すら入ってきて、知らなかった、いや知らなかったはないわ、それはないわ、うん、あんた同じ月やろ、1月っていうのはしてます、うん、長いでしょ、ありがとう、ありがとう、本当にありがとう、よかったよ、よかった、エビと寝てシフトで釣る魚介類、そう魚介類、魚介類でさせてもらうわ今年は、ありがとうございました、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、まず使い方から聞くわ、そうやな最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。